やあ、君が新しい狩人かね。ようこそ狩人の夢に。ただ一時とてここが君の家になる。私はゲールマン。君たち狩人の助言者だ。今は何もわからないだろうが、難しく考えることはない。君はただ獣を狩ればよい。それが結局は君の目的にかなう。狩人とはそういうものだよ。じきになれる。この場所はもともと狩人の隠れ家だった。血によって狩人の武器と肉体を変質させる。狩人の技の攻防だよ。もっとも今はいくつかの道具は失われているがね、残っているものは全て自由に使うとよい。君さえよければあの人形もね。この場所は